揚げがたくさん。綺麗。いつ見ても幻想的だな。ここスタンプがありますわ。ここが2箇所目のようですわね。暗くてよく見えない。あ、ちょうど照明が黄色になったよ。今なら見えやすいから今のうちに押しちゃおう。光の届かぬ深海にて闇の紋章をいざ刻む。ふっ、ずれた。そんなに勢いよくスタンプ振り下ろしたらずれるに決まってるずら。ライトによってクラゲの色も変わって見える。ビューティフォーね。ふわふわ浮いてる姿にも癒されるわ。この水槽のクラゲ水クラゲって言うんだよね。傘のところの模様、お花みたいで可愛い。あれ、あ、突き当たりの壁、鏡になってるのね。そう、だからここはクラゲ万華鏡って言うんだよ。ずっと奥まで水槽が続いてるように見えるよね。うん、私も一瞬、ずいぶん大きな水槽だなって思ったわ。クラゲたち、みんなのんびり泳いでて気持ちよさそう。泳いでるっていうより漂ってるって感じだけどね。はぁ、はぁ、クラゲを見てるとさ、いろんな悩みとかどうでもよくなってくるね。そうだね。そもそも悩む必要なんてないんじゃないかって気持ちになってくるわ。はぁ、生まれ変わったらクラゲになりたい。クラゲになって考えずに海の中をゆらゆら漂っていたい。でもウミガメに食べられちゃうよ。え？あとマンボウ、それにクラゲを食べるクラゲもいるずら。どう食い？そうなんだ。ムードためらいなくクラッシュしていく花丸のスタイル、嫌いじゃないわよ。